皆さんこんにちは、鳥助です。本日もゲーム実況をやっていきたいと思います。本日はあの日をもう一度、エピソード4、果たせなかった約束をやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、エピソード4、果たせなかった約束。シンプルなデザインのキャラだな。お待たせいたしました。あなたが今回のご依頼者様ですね。ここを訪れたということは、あなたも過去に心残りがあるのでしょうか。あの、ここでは過去を変えることができると伺いました。過去の失敗や後悔をやり直せるのでしょうか。そうですね、過去を変えることはできます。しかし、今あなたが生きるこの世界が変わるわけではありません。そうですか。それでもこの思いを晴らせるのなら。実は果たせなかった約束があるのです。僕が幼い頃、思いを寄せていた幼なじみの少女がいました。ある時、彼女が引っ越すことになり、彼女の引っ越しの前日に神社で会う約束をしたのです。ちょうど25年前の今日、3月19日の約束でした。でも結局会うことができなくて、その後悔だけがずっと心にしこりのように残っていて、今からでもあの日の約束を果たしたいのです。先ほど申し上げた通り、あなたが生きるこの現実は変わりません。それでも過去を変えてよろしいのですね。はい、よろしくお願いいたします。幼い頃の僕は今と変わらず坊主頭で白いシャツを着ていると思います。かしこまりました。では後ほどご報告いたしますね。小さな後悔ほどだんだんと大きくなっていくものなのかもしれない。さて、25年前に行ってみよう。まずは過去の依頼人を探してみよう。確か神社だったね。依頼人は坊主頭で白いシャツ姿のようだ。よし、行こう。さあ、神社に坊主頭を探しに行こう。いた。かわいいな。マサオくんだな、きっと。話す。お花どうしよう。神社で待ち合わせしてるのに、この子か。まさかの。お花が見つからないよ。この少年が依頼人で間違いなさそうだ。グス、ねえ君、神社に女の子が来てないか見てきてくれない？どうしよう。なるほどね。なるほどねだ。こんにちは。あなたも誰かとお約束しているの？私、お友達を待っているの。明日遠くに引っ越しちゃうから。もうすぐ来ると思うけど、レディーを待たせるなんてひどいわよね。この神社、お気に入りの場所なのよ。お花もいっぱい咲いているし。でもね、私、白いスミレが一番好きなの。可愛くていい香りがする。田んぼの近くとかに咲いているんだよ。依頼人に報告に行こう。田んぼの近くに咲いてるって教えてあげないとね。さあ、どうだった？女の子もういた？そっか、もういたの。間に合わなかった。僕ね、白いスミレを探していたの。あの子の好きなお花なんだ。でも見つけられなかった。うっす。え、田んぼの近くに白いスミレの花が咲いてるの？そうなの？ありがとう。急いで行ってみるよ。本当はお花が見つからなかったらもう諦めようと思っていたんだ。でもちゃんとさよならは言わなくちゃだよね。僕、行ってくるね。あの子にさよなら以外にも言わなきゃいけないことあるから。さあ、世界を変えていくね。神社に見届けに行ってみよう。その前にまだフォトスポットを探さないと。あったあった。はい、パシャリと。桜か、夕日に燃える一本桜の風景。さあ、
依頼人のもとへ行きますか。さ、遅くなってごめん。もう遅いよ。レディを待たしちゃダメなのよ。悪かったって。あの、これん？これスミレのお花？うん、好きだったろ。覚えていてくれたんだね。うん、白いのが一番好きだよ。ありがとう。そりゃあもちろん好きな、好きな、好きな花くらい覚えてるって。僕頭いいからさ。へへ、そうだね。引っ越しても元気でね。うん、ありがとう。お手紙書くからね。お返事ちょうだいね。約束だよ。もちろん約束するよ。じゃあそろそろ帰るね。明日の準備しなきゃだから。うん、じゃあまたね。はあ、結局言えなかった。過去のあなたと会ってきました。神社で少女との約束を果たしていました。小さな花束と一緒に。本当ですか？ありがとうございます。約束のあの日、あの子の好きな白いスミレを用意しようとしていたのに、結局見つけることができなくて、約束の時間にも間に合わない自分がなんだかすごく惨めに思えて、彼女のもとへ行くことができませんでした。バカですよね。花がなくても彼女に会いに行けばよかったのに。ずっとあの日の約束を果たせなかったことを忘れることができなくて、今さら過去をやり直してもやはりこの現実まで変わることはないんですね。でも変えた過去の先で約束を果たした別の僕が悔やまずにいてくれればそれでいいんです。お世話になりました。やっと来た。久しぶり。久しぶり。1年ぶりだね。この町に遊びに来るって手紙が届いた時はびっくりしたよ。えへへ、私もびっくりだよ。ちょうどお父さんの用事があったらしくて。ねえ、どうだった？元気にしていた？ちょっとだけ背が伸びたみたいだね。まあね、ほら、体重だって増えたんだよ。君は、そんなに変わってないね。失礼ね。これでもちょっと汗が、髪が伸びたんだから。ほんとだ。あ、お手紙ありがとうね。写真もたくさん送ってくれたし。うん、こちらこそお返事ありがとう。ちゃんと約束を守ってもらえて嬉しかったよ。うん。ねえ、あのさ、どうしたの？1年前に君に言えなかったことがあるんだ。言えなかったこと？あのね、僕、君のことが大好きです。だから、これからも仲良くしてくれる？うん、もちろんだよ。あのね、実は私も好きだよ。え？本当？うん。え、どうしよう。嬉しい。両思いじゃん。じゃあ将来結婚しようね。ふふ、そうだね。じゃあ大人になったらこの町に帰ってくるね。絶対だよ。約束ね。僕も大人になるまで待っているからね。うん、約束ね。エピソード4、果たせなかった約束クリア。はい、それではですね、本日はエピソード4、果たせなかった約束をクリアしたところで終わりにしたいと思います。また次回もですね、エピソード5をやっていきたいと思いますので、よければご視聴ください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。